ドローンメタル、ドローンメタル、ドローンドゥームやパワーアンビエントなどと呼ばれることもある。は、ドゥームメタルのゆっくりとしたテンポとヘビネスなどの特徴と、ドローンミュージックの長時間保存される音などの特徴を組み合わせた音楽ジャンル。ドローンメタルは、ポストメタルやエクスペリメンタルメタルと関連付けられることもある。ボーカルが入る場合は、グロールボイスのことが多い。大抵、ギターは、 リバーブを大量にかけたり、フィードバックを鳴らしながら演奏される。また、ビートやリズムにかけたものが多く、非常に長い曲構成となっているのが基本である。小説家のジョン・レイは、ニューヨーク・タイムズの紙面で、ドローンメタルのライブを見るのは、地震が起きている真っただ中で、インドのラーガを聴くようなものだと例えている。また、レイは、重くて、ついでに言えば、遅い音楽を想像するのは、 難しいとも述べている。3王というドローンメタルのパイオニアは音響彫刻との親和性を持っている。ヤンタムリアは彼らの音楽性についてブラウニアンノイズと呼ばれるサブベースの持続的な低周波数の合音といった表現をしている。3王のメンバーであるグレッグ・アンダーソンはこの合音は観客をリラックスさせることを意図したものだといい低周波音を ある一定以上のボリュームで演奏すると、聴衆を瞑想状態やトランス状態へと誘うことができるんだと思うと述べている。また、アンダーソン自身も演者としてドローンメタルをただ耳で聞くのではなく、己の肉体全部で感じているという、ライブをする3号。2006年、ザ・ミドル・イーストにて、ドローンメタルは1990年に結成された、 シアトルのメタルバンドアースによって確立されたと言えるが、当時からミニマリストポストグランジの名でも呼称されてきた。アースはメルビンズのようなスラジメタルとラモンテ・ヤングのようなミニマルミュージックから主なインスピレーションを得ていた。5年後に同じくシアトルで結成されたスティーブン・オマリーのバンドバーニング・ウィッチもこれと同じスタイルをとり、そこに一風変わったボーカルやフィードバックの要素を 取り入れている。オマリーの後続グループ、サン・オーは、もともとアースへのトリビュートバンドとして組まれたものだったが、このジャンルの今日におけるスタイルを確立したバンドとなった。ゴッドフレッシュも多くのバンドに影響を与えている。東京都出身のボリスも、大阪府出身のコラプテッド同様、シアトルのバンドと同時期にドローンメタルのスタイルを発展させた。なじゃ、イエス。 ブラック・ボー・オンド・エンジェル、カネイト、オーシャン、グローイング、KTL、アセンド、イーグルツイン、ティース・オブ・ライオンズ・ルール・ザ・ディヴァイン、コナン、モスラは21世紀初頭に結成された結出したドローンメタルバンドである。ケビン・ドラムやオーレン・アンバーヒのようなノイズミュージシャンもこのスタイルで活動していた。また、ディース・チャタム・エス・エッセンシャリストは リース・チャタムという一人の年配の作曲家によるドローンメタルへの貢献だと見ることができる。彼のプロジェクトはヘビメタルを基本的なコード進行にまで分解しヘビメタルのアプリよりの本質に到達しようとする試みだと言える。3号のスティーブン・オマリーはアーティストバンクス・バイオレットのインスタレーション作品とコラボレーションを行っている。タムリアはロバート・ラウシェンバーグを こうした試みの洗礼として挙げている。しかし、バイオレットは、ドローンメタルは音響的な現象であると同時に、生理学的な現象でもあると指摘し、音楽として、ただ美的に経験するものではなく、身体的に経験するものにまでなっているという。そして、これは、インスタレーション作品が美的にただ干渉するものではなく、その空間で身体的に経験する。 芸術作品であることと同じ問題意識になっていると主張する。オマリーはまた、コーマック・マッカーシーとリチャード・セラを高く評価している。リース・チャタムが主導する5人組プロジェクトリース・チャタム、エエッセンシャリストは、ロバート・ロンゴによる映像作品をバックにライブを行っている。ジム・ジャームッシュの2009年の映画、リミッツ・オブ・コントロールでは、ドローンメタルバンドの音楽が、 数多く使用されている。ジャームッシュは、私は、ドローンメタルが作り出すような四角風景が、大好きなんです。映画を作るのにいい刺激を与えてくれるんですよね。作品を作ってるときは、私がどんな世界を想像するにしてもインスピレーションを与えてくれるような音楽を聴くことにしてるので、ボリスやサンウォー、アースの音楽は、私の頭の中にある情景を見つけるのに本当に、 役立ちましたね。と述べている。ありがとうございます。